皆さんこんにちは。今回はメダカを初めて飼育するという人のために、初心者でも簡単なビオトープの立ち上げ動画を作ってみました。メダカは飼ってみたいけど、飼育設備は？水合わせ？何それ？という方のために、初心者でも簡単に作れるビオトープの立ち上げ方をまとめてみました。水槽で泳ぐメダカを横から見るのも良いですが、今回はビオトープなので上から見る形になります。メダカは泳いでる姿を横から見ないんですか？横から見る姿ももちろん可愛いですが、メダカはセミ狩りする個体なども多く、上から見る方がよりメダカの魅力を感じられると考える方が多いそうです。なるほど、そういうことなんですね。ではビオトープの作り方を教えてください。わかりました。では早速、初心者でも簡単なビオトープを作っていきましょう。最低限用意するものは、飼育水、飼育ケース、赤玉土といったところでしょうか。カルキ抜きは飼育水を作る際に使います。ダイソーで液状のカルキ抜きも販売されていますが、効果は期待できないそうです。昔ながらの粒状のものを使うことにします。水槽の底に敷くのは断然赤玉土がおすすめですよ。模式石の方が綺麗ですよね。なんで赤玉土なんですか？それは水質の安定、浄化にはバクテリアが必要不可欠なんです。赤玉土には無数の小さな穴があって、そこがバクテリアの住処になるということなんですよ。つまりバクテリアが住みやすいから水質が安定しやすいということですか？そういうことになりますね。水槽にするケースもダイソーで売っていたもので代用していきます。これだと6リッターほどの水は入るので、5匹から6匹のメダカは飼育できると思います。どうして5匹から6匹なんですか？メダカ1匹に対して飼育水1リッターは必要と言われていますので、このサイズだと必然的に5匹から6匹が限界になってしまうのです。ペットショップの水槽の中には100匹以上いたりしますよね。メダカが酸欠にならないようにエアレーションをしてあげれば、過密だとしても飼育が可能という考えもありますよ。なるほど、そういうことなんですね。それではまず赤玉土を水槽の底に敷いていきます。このまま水を注いでは水が濁ってしまうので、軽く水洗いしてから水を注ぐことにしましょう。お米を研ぐようにしてしまっては、赤玉土は土ですから全て崩れてしまいます。左右に揺するようにして土を崩さぬように洗うのがポイントですよ。このくらいで良いと思います。水を注ぐ際にお皿などに水をかけるようにして注ぐと、うまく水が分散されて水を濁らせずに注ぐことができます。
次に枯れ木抜きを入れるのですが、このくらいの水槽であれば1から2粒で十分ですね。枯れ木抜きを入れて、念のため1日置いた飼育水です。この後メダカの導入になるのですが、まずは温度合わせの仕方から説明します。今回はメダカは入っていませんが、メダカを買うとこんな感じに袋に入っていますので、袋のまま水槽に浮かべて袋の中と水槽の水の温度を合わせる。これが俗に言う温度合わせになります。温度合わせはどのくらいの時間やればいいですか？そうですね、2時間もあれば袋の中と水槽の水の温度はほぼ同じになるので、そのくらいの時間で良いと私は考えています。なるほど。では温度合わせが終わったらいよいよメダカを入れるわけですね。いいえ、その後の水合わせという工程が何よりも大切なんですよ。水合わせとは何ですか？水槽の水と袋の中の水をなるべく近い状態にする作業ですよ。なるほど、温度も水も近くなればメダカも安心ということですね。その通りですね。メダカを袋の水ごと別の容器に移して水槽の水を少しだけ足してあげます。スポイトなどで少しずつ足してあげましょうね。最初の足し水から30分ほど置いてから2度目の足し水をします。30分おきくらいに足し水を繰り返して水槽の水にできるだけ近い状態を作ります。水合わせが終わったらメダカにダメージを与えないよう導入しましょう。メダカの産卵床になるように松の巣を浮かべておきます。